丸山アレルギークリニックの丸山と申します。長年使ってた乳酸菌がですね、新しいパッケージでドクターベルモアっていう名前で、出させていただくことになりました。この乳酸菌はですね、もう7年ぐらい使ってまして、皮膚の問題に対する論文も私が書いて、博士論文をですね、一緒に薬剤師、薬科大の先生と一緒に出したほど の乳酸菌です。乳酸菌というのはですね、ただ乳酸菌だけ使えばいいわけじゃなくて、乳酸菌をフルにですね、生かす方法っていうのがあるんですけども、この乳酸菌は特許が取られてまして、乳酸菌とパントテン酸っていうものと、あとオリゴ糖っていうこの3つが入ることによって、普通の乳酸菌では得られないような改善作用があります。で、実際ですね、これは今、日本人の方のほぼ4割ぐらいが慢性病巣感染っていうので、お腹のこの、まあ皆さんがおっしゃっている盲腸の近くの部分のところにですね、炎症が起きるっていう病気があって、それによってさまざまな鼻水とかですね、頭痛とか、肝機能障害とか、喘息とか、いろいろ起きたりとか、全然このお腹と関係ないような、症状が出るんですけども、このやつを飲むとですね、ここの炎症が取れますので、下腹部の炎症が取れますので、さまざまな体の問題が解決していくっていうようなことが起こってます。まあそういったことで、やっとこのドクターベルマオっていうのを世の中に出すことができました。もしよろしければね、また、興味があれば、調べたりしていただければありがたいなと思っています。ありがとうございます。と、二つ目はですね、ここに並んでると思うんですけども、とうとう膜空間薬っていうのが、できました。膜空間薬をですね、僕が尊敬している神山光夫先生がですね、お作りになった数字をもとにですね、僕はそれを薬にさせていただきました。で、神山光夫先生がすごいのは、本当に病気という病気をですね、ものすごいお力って言いますか、空間に膜を作ってですね、その膜の中でその患者さんを治してしまうっていうようなことをされているってことですね。もう偉大な先生でありまして、医師ではないんですけども、もう医師が通うほどの素晴らしい、なんて言いますか、そういう時空間を操る先生で、私ももう十何年お世話になってて、一緒に本にも載っていただいたりとかしてる先生です。その先生がですね、中から下ろした数字をもとに、こういった膜空間薬を使っています。高血圧専用なんか の膜空間薬を使うと、血圧がやっぱり非常に良い方向に行ったりとかですね、婦人科などの膜空間薬ではですね、婦人科の諸問題が消えたりとかですね、女性ホルモンの膜空間薬なんかもあるんですけども、女性空間の膜空間薬でもお腹に貼ると顔もポッとピンク色になるぐらい変わるっていうようなことが起きてます。まあ、痛みに関しては最初には痛みの膜空間薬っていうのを貼ったんですけども、これが非常に効果があります。これを貼りますと、人体の周りに膜空間という空間ができまして、その中で量子レベル、量子っていうのは、電子とか電子の仲間なんですけども、そういったものの変化が起きまして、そして、そういった痛みに関する諸問題が速やかに解決するってことですね。早い人では数秒、遅い人でも数分とかですね、で改善する人が非常に多くて、他のお医者さんにもこれを使っていただいたんですけども、やはりこれは今までの薬に比べると断トツに効果がいいということをおっしゃってました。まあこういったものを今これから世の中に出していくといいのかなというふうに思ってます。あとはさまざまなものがありまして、中性脂肪とかコレステロールを下げるやつとかですね、そういったものもありますし、あとは今梅雨時なのでカビとかまた寄生虫の時代なんですけども、カビとか寄生虫に対するような膜空間薬もあります。特に聞いたと思うのはですね、みんな聞くんですけども、がんに対する膜空間薬もですね、がんの予防とかですね、がんによる症状とかさまざまなだるさとかですね、そういったものにも非常によく効くように思われます。
まあ、こういったあのマクロ空間薬はですね、非常にたくさんの種類があるんですけども、どれと組み合わせてもね、あのよく効果があります。まあ、あの僕はあのできたら薬を使わないで人を治したいなというふうに思ってたんですけども、この薬を使わないで人を治すっていうところがですね、だんだんあの近づいてきたんじゃないかなというふうに思います。まあこういった膜空間薬はですね、あの私が尊敬している神山光雄先生、しか使えないっていうものではなくてですね、誰でも背中に貼ったら家族を治すことができたりとかですね、まあ知人、いろんな人を治すことができます。ただ薬ではないので、治すとかいうことはあの薬事法とか医師法に引っかかってしまうので、そういったあの言葉を喋らなければ、ただ貼ってあげるだけなのでね、全然あの問題はないと思いますので、ぜひ皆さんね、あのやっていただければいいなと思います。あともう少し皆さんが欲しいのは、あのすごい人気があるのは財産の安定、あの財産形成、宝くじの、あのこれ薬なんですけども、この宝くじの薬が、あのおそらくあの効果から見るとこれを持ってるだけで宝くじはおそらく100倍から1000倍ぐらい当たりやすくなるんじゃないかなというふうに僕は強くあの信じています。まあ、自分も今自社名これを持ちながら宝くじを買ってますけども、まああのまあ、当たればいいわけじゃないんですけども、まあ、当たると効果があるってことも分かりますので非常に面白いのかなというふうに思ってます。まあ、そういったあの病気だけじゃなくてですね、会社が繁栄したいとかですね、会社繁栄とかですね、楽しくなるとかですね、あと器が大きくなるとかですね、そういった薬もありますし、あとはあの試験合格っていうのもありますね。あとデッサン力、まあ、美術系の方はデッサン力があのうまくいくとかですね、あとは観察力がうまくいくとか、あと子供さんなんかはいじめられなくなる膜を作る、そのカードを持ってるとあの膜ができて、今までいじめられてたのがですね、いじめられなくなる膜とかいうものまであのできてます。もうかなりこれあの面白いやり方で、多くの人がねこの膜空間薬っていうものを、まあ、神山先生のご指導のもとにですね、やれると面白いのかなというふうに思っております。もちろん神山先生があのご指導されない時には私があの代わってですね、この使い方とかそういったものに関しては懇切丁寧にやりたいと思ってますけども、あの次世代の本当に自分の人生すら完全に変えてしまうような、本当に神様のお札と言っていいようなあの薬絵が膜空間薬絵で、今までの薬絵は綺麗だったんですけども、今回こういうふうにあの黒と赤の線が入ったあのものなんですけども、これがものすごいあの強力に人を治すんではないかなというふうに私は思っています。まあ、あの実際ですね、もう夜つけて朝にはあの首にあったあのあまり良くない出来物が消えてしまったりとかですね、あのここにあった出来物が夜つけて朝にはもう一回り小さくなるとかですね、出来物がお尻に多くてあのまあすごい痛くてですね、もう命を取る出来物なんですけども、それが張ったら普通に座れるなってですね、元気になったとかっていうようなことも考えますと、もう本当にこの膜空間薬の世界っていうのはものすごいんじゃないかなと思ってます。まあ、こういったことをですね、またあのループとかですね、カタカムなど加えながらやっていくと、あのますます皆さん自分たちで自分の健康を守れたり、人生を自分の思い通り作っていけるようになるんじゃないかなというふうにあの思ってますね。まあ本当に簡単なやり方なんですけども、こういったものがこれからどんどんできます。あと面白いのは、自分の誕生日独自のあのこの膜空間薬絵ができるってことですね。この間試してみたんですけども、僕の1958年9月15日の膜空間薬絵を作るとですね、自分だけじゃなくてあの患者さんもみんなあの熱い、すごいあの効きますとか言うので、おそらく一人一人の膜空間薬をですね、皆さんが作られたら、まあ、それはですねものすごい宝物になるんじゃないか、もう本当に自分の人生を作り変えるほどすごい膜空間薬、個人のパーソナルあの膜空間薬ができるんじゃないかなというふうに思ってますので、またそういったものを作る機会もですね、また作らせていただきたいと思っております。今日はあの8月1日です。ご清聴ありがとうございました。